小麦粉と出汁から本格的な讃岐うどんが作れる、讃岐うどん英才教育キット。キットには讃岐うどんが10人前作れる材料と、綿棒のほか、うどんの歴史や作り方が学べるワークブックなどが入っています。さらに、日本の食文化に欠かせない出汁の材料として、いりこ、昆布、削り節の3種類も付いていて、出汁についての勉強もできます。 うどんを一から作る体験を通じ、子供の感性を育むのが狙いです。来月1日から香川県三豊市にある瀬戸内うどんカンパニーがネットなどで販売します。10人分で税別7200円。ネットでは、うどん県が本気を出してきたなど話題を呼んでいます。